サトゥーン県、サトゥーン県は、太陽国、南部の県の一つ。トラン県、パッタルン県、ソンクラー県と接し、マレーシアとの国境も有する。サトゥーン県は、マレー半島に位置し、アンダマン海に面する。タルタオ島海洋公園やペートラー海洋公園を、県内に有する。またタレーバン国立公園には大規模な淡水の干潟がある。欠片の気候区分では、 熱帯モンスーン気候である。寒気は短く、おおよそ1から2月の間である。3月は雨季への移行期であり、タイの他の地域と同様に晴れると非常に高温となる。雨季は長く、4月から11月の長期に及び、特に9月と10月は、降水量が多くなる。1813年まで、現在のサトゥーン県の付近は、マレー語で、ムキットストゥルと呼ばれるクダ王国の領土であった。 1909年、英領ビルママレートタイが領土を定めたときに、ムキットス・ストゥルは、タイ族の人口が比較的多かったため、タイに編入された。モントンが導入されたときには、サトゥーンはモントン・プーケットの中でいち早く最初の県に導入された。1925年、モントン・プーケットは、モントン・ナコーン・シー・タン・マラートに編入された。1933年、 モントン解体が行われ、サトゥーン県が成立した。サトゥーンは、ムスリムの多い南部4県に分類されている。住民の67.8%はムスリムで31.9%は、仏教徒である。ただ、サトゥーンは、スコータイ王朝やアユタヤ王朝等の大族王朝と、構想を繰り広げていたパタニ王国の領土ではなく、タイの歴代王朝の君主と通婚を繰り返してきた、ケダ王国。 その光景とも言えるケダスルタン国の支配下にあった。そのため、住民は多宗教との通婚にあまり抵抗がないとされる。一部にはムスリムであれば、マレー人、仏教徒であれば、タイ族を称する集団もある。住民の9.9%がマレー系であると言われているが、あまり当てにならない数値でもある。このように、もともとタイと深い関係にあったサトゥーン県では、 他の新南部と異なり、タイに併合されたことへの反発心は薄い。ムスリムは今でも数多いが、タイからの独立運動やイスラム過激派とのつながりも薄い。このことから、特にテロ対策の文脈では、イスラム原理主義の根強く、タイからの独立運動も起こっている。新南部三県からは除外されることが多い。検証検証は日の入りとともに、 プラサムトテイワーが海にある岩に腰をかけているものが描かれている。日の入りは、県がアンダマン海に面していることを示している。県北は、ダルバーグアベリーニシス。県下は、素心家。県のスローガンは平和で、清潔で、純粋な自然である。サトゥーンは7の郡に分かれ、さらにその階に36の町と、257の村がある。ムアンサトゥーン郡。 クワンドーン軍、クワンカーロン軍、タペー軍、ラグー軍、トゥンワー軍、マナン軍、ありがとうございます。